皆さんこんここにちはイインスパイのことです今日もユースリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします、はい。今日はですね、2020年10月24日ということで土曜日ですので、まあ、恒例のまとめ記事ということで 先月ですね、2020年9月に投稿しました Facebook ページの投稿の中で、クリック数の多かったもの、ウェブサイトの誘導が多かったものなどをですね、ランキング形式で紹介していきたいと思います。ではまず最初にこちらの方からご覧ください。どうぞ。 はい、えー、弊社のですね、Facebook ページなんですが、えー、現在ここに URL がありますけど、まあ、インスパイ株式会社っていう Facebook ページなんですけど、えー、ですね、まだいいねしないって方はぜひですね、いいねの方よろしくお願いいたします。えー、もうすぐ5000いいねがかかってますので、えー、ぜひね、よろしくお願いします。何か5000いいね目の人にはね、何かプレゼントでも用意しようかなとか思ってますけど、なかなか増えないんですね。まだまだ先、1年ぐらい先になるかもしれませんが、今4700ぐらいまでいってるんじゃないかなと思いますけど、えー よかったらいいいいねよろししくお願いしますはいえー、ではですね、今日うはフェイスブックページの中のクリック数の多かったものを、えー、振り返っていきたいと思います。では、第1位から見ていきましょう。こちらになります。はい、58クリック自殺というふうになってますが、はいこちらですね、えー女えー、女優竹内優子さん死去ということで、40歳ですか。ということで、まあ、これはあのー、本当にびっくりしたニュースなんですけど、まあ、速報としてですね、 あの、早く NHK ニュースに出たものをですね、すぐシェアしたんですけど、 まあ、NHK ニュースって、実はこういうふうにサムネイルがね、あの、なくなっちゃうんですよね。あの、ページ自体がなくなってしまうので、本当は NHK ニュースをシェアしない方が良くて、えー、普通のですね、なんか、えー、し、あの、なんだ、えーし、新聞系のニュースサイトとかの方がいいんですけど、あの、今回速報がですね、多分 NHK が早かったんじゃないかなと思うんですけど、えー、それで、えー、これをシェアしました。あとはですね、サムネイルを、あのー、選ぶんですよ。まあ、例えばいろんな新聞社とかが、 このニュース速報を出すわけなんだけど、どの写真を選んできてるかっていうのが、やっぱ違うわけですよね。そしてやっぱり自分が、こう、えー、いいなと思っているのにしないとですね、えー、クリック数にも影響を与えるので、 それぞれのニュースサイトの中でサムネイルが良さそうなものを選ぶってこともしますけど、まあ、今回は速報ですのでやりませんでしたが、ま六、あ、616リーチに対して58クリックですから、まセ、あ、10%ぐらいですかね、のクリック数になったので、まあまあ高かったんじゃないかなと思いますね。まあ、非常にあの、ショッキングでびっくりしたニュースでしたね。本当にね、残念ですが。はい、ということで、これが第一位になってしまいました。 えー、続いて第2見ていきましょう。はいえー、31クリックということで、えー、インフルオワコンというのになってますが、はい、こちらの記事ですね、はいえー。読売新聞の記事ですけど、インフル患者わずか3人、昨年の1000分の1以下っていう、定、え、備、ー、消毒やマスク徹底でということになっています。31クリックですか。 えー、これあの、この時が9月15日ですから、もうこれから1ヶ月経ってるんですけど、未だにインフルの患者少ないそうですね。で、このままでいくとですね、あの、インフルエンザで亡くなる人よりも、新型コロナウイルスで亡くなる人の方が多くなってしまいそうな感じです。で、それはそれで、まあ問題ということはないんですけど、あの、今までは、えー、コロナよりもインフルで亡くなってる人の方が多いじゃんっていうことをですね、えー、な、なんですの、 騒ぐんじゃんとか言ってたのに、インフルの方が少なくなってしまったら、そうすると、あのコロナでまた騒ぐので、まあ、ここ、まあ、どっちがいいか分かりませんけど、まあ、そのぐらいですね、あのインフルエンザの数が今、少ないということですね、えー。こちらのニュースが入ってきています。えー、31クリックでした。はい、では、いていきましょう、第3位なんですけど、こちらがランクインしました。 17クリックということで、LINE よりメール、さらに電話、さらにズームほど生産性ダウンの罠っていうふうに書きましたが、こちらのものが入ってきました。これはですね、あの前にもちょっとお話したこともあるんですけど、このサムネイルを出すときに、だいたい僕はですね、自分のブログとかで使ってるスライドをここに載せてですね、そして黒字に黄色い文字ですね、何かちょっとキャッチーみたいなことを書いて、クリックさせようみたいなことをずっとそれがかなり定番になってきたんだけど、 今回の記事に関して言えば、その、そのサムネイルになるですね、スライドを作っていく時間がちょっとなくて、もう特艦工事ですね。まあとりあえずこれでいいやと思って、えー、もうね、黒字にキーだけの。 木の字だけのものにしてみたんですけど、逆にそれがやっぱり目立って、何がやばいんだろうとかと思って、右に行けば行くほどとかっていうので、気になってクリックしてくださったんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、あの、実際に自分のブログ記事としては、ま、あの、9月で一番クリックされたわけなんで、なのでサムネイルの作り方としては、こう写真とかスライドを作るっていうのもありだけど、このようなですね、もうキャッチーな字だけでえクリックして、ま、インパクトあるようなものをするっていうのは、 かなりありじゃないかなということで、これは結構事例としても使えるんじゃないかなと思いますね。ということで、17クリックでしたと。では、続いて見ていきましょう。こちらになります。はい、10クリックえ。楽天市場の出店数と楽天トラベルの宿泊数から見た今後の観光というですね、ちょっと難しめのタイトルになってるんですけど、 はい、えー、こちらになります。まあ、これはですね、10クリックなんですけど、まあ、あのー、ここにこう、こう、もう数字がバーッとこう出ているので,で、この時点でもう言いたいことっていうのは分かってるんだけど、だけど、ここにですね、えー、比較してみると、今後がわかるはてなっていうふうになっていて、えー、感染具合だけではない深刻な状況とははてなっていうふうになってるので、まあ、その答えを知りたい。 って思うと、やっぱりクリックするんじゃないかなと思いますので、まあこの投稿をですね、疑問文にするっていう方法があるんですけど、それをやってみた効果があったんじゃないかなっていうふうに思いますね。えこちらがランクインしてきましたっていうことですね。まあ、ちなみに、全投稿を非表示ってした人が1っていうのはちょっと気になりますけどね。あの、せっかくいいねしてくださったのにねえ、全部非表示にするんかって話ですけどえ、この投稿を見て非表示にしようと決めた人がいるようですね。 はい、続いていきましょう。はい、7クリックということで、インスタグラムから、ウェブ誘導と実践誘導に有効な業界ジャンルということで、これ9月9日の記事なんですけど、これね、あのー、結構いい記事なので、あの、ぜひ皆さんもね、後から振り返ってみていただければと思うんですけど、これはですね、まあ、一つテクニックとしてあるのは、このグラフが載っていて、なんとなくグラフで言いたいことっていうかですね、なんか示そうとしてるってことはわかるんだけど、 じゃあ実際にこのグラフがですね、サムネイルではですね、ちっちゃくて読み取れないんですよね。そうすると、なん、何を書いてるんかなと思うと、やっぱりクリックしなきゃいけないですよね。だから、その、チラ見せとかですね、という方法もあるし、こういうふうにですね、あえて見えないような形で、気になるグラフを表示してみるっていうのもありなんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう手法を使ってみたものです。はい。ということで、7クリックでした。はい。続いていきましょう。 はい、えー、5クリックということで、えー、リアル店舗を回転したら、バーチャル店舗もズームを同時に返して、日本語ちょっと変なんですけど、まあ、これはですね、もうこのサムネイルが全てなのかなという気がいたしますね。なんかよくわからないけど、2人並んで、リアル店舗、バーチャル店舗って並んでですね、えー、そして、リアルのお店には太陽、そして、バーチャルのお店にはズームのアイコンが出てるわけなんですね。 でこんな感じになっていて、な、な,なんだこれと思ってですね、えーど。同時進行になると考えようって、何これと思うと、やっぱ押すんじゃないかなと。これはサムネイルのとこにイラストにした方がわかりやすかったんじゃないかなと思いますね、えー。事例だと思います。はい、続いて見ていきましょう。こちら。はい、2020年9月から変わることでいくで4クリックですが。まあ、これもね、もう、あのー、内容全部わかっちゃってるので、 まあこれ、クリックして見るまでもないっていうか、こうすべて出ちゃってるんですね。ただまあ、このインターネットの歴史上でも大きな出来事が多くありましたねとか、あとは、他にもですね、10月以降とかがあるかなとかと思ってクリックしたんでしょうかね。まあちょっとね、これはもう完全チラ見せどころが完全に見せてるので、あまりこうおすすめできないやり方かもしれないんですけど、まあこれ毎,毎年、毎月繰り返してる記事なんで、まあその辺のファンの方が見てくださったのかもしれないですね。 はい、続いていきましょう。こちら、えー。4クリック。ビジネスの反則ツールが SNS からゲームへ変わる日、随時更新って書きましたが、まあ、あのー、ここにもポケモン GO とかフォートナイトとかですね、集まれ動物の檻みたいなものが出ているので、まあ、これ見てですね、えー、なんだこれと思ってですね、えー、クリックしたんじゃないかなと思いますね。 なんで経営者がやるべきなんだと思った方も多いと思いますので、まあ、成功は成功なんだけど、でもそもそもリーチが246しかなくて4クリックであれば、まあもうね、何も言うことないっていう感じですけど、まあこちらが入ってます。はい、では続いていきましょう。はい、3クリックということで、えー、サブスクリプション、企業、顧客、長所、短所って書きましたが、まあこれもね、あのース、スライドを見ればですね、まあほとんどこの大きさでですね、全部見えちゃうので、 まあ、ああ、なんとなくこんなこと言ってんだなってことはわかるので、まあ、あんまりこう、反応としてはね、いいのが得られないかもしれないですね。ということで、えー、3クリックにとどまったということでしょう。 はい。続いて行きましょう。3クリック。YouTuber トップ争いとポジショニングとテレビ界の逆襲はということで。まあ、あの、YouTuber っていう言葉が、まあ、一般化してましたので、その YouTuber の歴史とテレビ界の歴史を重ねてみると面白いよねっていう書き方をしてみたんですが、えー、何が面白いんだろうと、えー、いうことが気になると思いますから、まあ、その方はですね、えー、クリックしてくれたんじゃないかなと思いますね。 はい。あとは、はい。お宝、やばい、売れるキーワード。まあ、これもね、もう、キーワード全部出ちゃってるので、あえてクリックする必要ないから、クリック率はそんな稼げないと思いますね。むしろこれ、文字情報より音声による入力で、情報吸収の効率が良い人が8割。まあ、これもね、サムネイルで、一応答えが全部出ちゃっているんですけど、えー、若い人の読解力を保つ問題に正解をあなたは出せますかっていう質問があるので、これに対しての答えがですね、 出せるかどうかなんですよね。で、あの、これが出せないですよね。ここに問題出てないから。だから本当はもっとクリックしてほしかったんだけど、これはリーチも少ないし、クリック率もちょっと失敗した感じかなって気がしますね。はい。あとは、公演予定。まあ、これはいつもね、やってるものなんですけど、今回も投稿しておきました。 はい。あとは、えー、ブログを更新して4384日、えー、本日から13年目に突入っていうものですね。これ1年少ないんですよね、えー。会社作ったんだったら14年目なんだけど、ブログは最初の1年書いてないんですよね。ということで、えー、13年目に突入っていうものが入ってきました。 あとは、えー、ブログのイーネスランキングなんですけど、まあこれもね、まあ毎年やってるんだけど、まあ、えー、1クリックですからね、あのもう全然なんてことはないって話ですよね。で、実はね、ここから1クリックが進むんですけど、今回ね、初めてね、あの、ランキングのベスト20まで取ったのに、えー、20位いですね、クリックゼロになりそうだったんですよね。えー、しょうがないから、えー、僕がクリックしましたけど、で、1位にしましたけど、 っていうぐらい、こう、もうね、この辺164とかなってきてるので、もうリーチも少ないし、クリックも少ないしってなると、ちょっとこれね、全くやってる意味ないなって感じになってきましたよね。という、Facebook ページが本当に死んでしまったなということをですね、改めて思うんですけど。はい、えー、最新ニュースをマーク点してるんでこれ、これもね、1クリックですからね。で、これも1クリックですからね。ノートで音声込コンです なんで、うーん、ちょっとね、まあ、この、もうちょっと工夫しなきゃいけないなっていうものが一つと、あとはですね、その、投稿する時間っていうのも今ちょっと全く考えてなくて、深夜だったりとか、えー、投稿したりしてるので、どうしても今忙しくてですね、その、 一番いい時間に投稿すると。まあ予約投稿すればいいんですけどね。えー、予約投稿すればいいんですね。深夜に投稿したとしてもですね。えー、その、もうしてないとですね、やっぱりどうしてもいい時間伸びないので、えー、こういうことになるんじゃないかなと思いますね。はい、続いて、えー、マスクが根付いたからこそ、Zoom で営業打ち合わせが重要な理由ということで、まあこれ、あの、最近ネタでよく使っているものですけど、非常に面白いネタだなと思いますので、まあこんなこともですね、考えてみるといいかなと思いますけどね。 はい。あとは、定期購入の決済手段、銀行の口座振り替え、ネット掲載サービス一覧ということで、紹介したものが20位ということになりますね。でこれが、えー、クリックゼロでした。<laughs> で無理やりクリック1にしましたけど。はい。ということでですね、えー、Facebook ページのクリック数ランキングを紹介してきましたが、まあ、あのー、 ここまで来ると、ちょっとこの企画もですね、もうそろそろね、やめてもいいんじゃないかなって気がするんだけど、だけどね、やっぱり、こう、まだまだですね、この、クリック数が多い少ないっていうことではなくて、やっぱり僕自身がいろいろこうサムネイルとかキャッチコピーとかを使って実験とか検証している。 意味で、やっぱこう、面白いですよね。やってみてね、こう反応が違うからね。ということで、まあその、ネタを作るためにもですね、もうちょっと頑張って続け、かなと思っていますけど、できればもうちょっとね、皆さんにはクリックしてほしいなっていうふうにも思いますね。はい。まあまあ、あの、皆さんも Facebook ページのクリック数を稼ぐために、いろいろとですね、工夫していかないと、本当にですね、反応が取れなくなってきていますので、ぜひその辺をですね、頑張ってほしいなっていうふうに思います。 はい。今日は2020年9月、えー、Facebook ページのクリック数ランキングを発表いたしました。インスパイのことでした。ありがとうございました。バイバイ。